今年の田んぼアートはお茶碗いっぱいのご飯を手に微笑むマツコデラックスさんです。迫力満点ですね。広大な大地に広がる田んぼアート、七つ星や紅遊びなど6種類の稲で緑、黄色、紫、白などの色を使い分けて巨大な絵を浮かび上がらせます。大きいなと思って、そうですね。で、大きくて綺麗だなと思います。初めて来ました。来たいなと思ってたんですけど、迫力がすごいし、色がすごい綺麗だよね。みんなびっくり、こんなにできるのって。作ってるんですけど、こんなことは考えしてない。旭川市東高須の水田に登場したのはマツコデラックスさんです。マツコさんは北海道米のイメージキャラクターになって今年で10年目。これを記念し満を持して田んぼアートに登場。去年の新米発表会でもしっかり役目を果たしています。甘みもだけど、もっちもちだね。今年のすごい。田植えは6月下旬、縦40メートル、幅170メートルの水田に250人が手作業で苗を植えました。マツコさんの絵はデザインが複雑で例年以上に大変だったそうです。マツコさんのデザインさせていただきますということで、僕直接お願いしてそれで、まあ、あんたに任せるわと一言言っていただいてですね、綺麗な田んぼアートができたんで、まあ、マツコさんも多分喜んでくれると思います。この田んぼアートはもっと農業に興味を持ってもらいたいと、地元 JA 大雪の若手農家が中心となり2006年から続いています。会場には高さ8メートルの展望台も用意されていて、明日は4年ぶりの開催となる田んぼアートフェスティバルも予定されています。田んぼアートは色のコントラストが濃い今がちょうど見ごろですが、収穫を迎える来月下旬まで楽しむことができます。